なるほどね。あ？推理力は父親譲り、そして目立ちたがり屋で自信家で変声機を使ったあの演技力、おまけにカッとなったら後先考えずに行動する危なっかしいところは母親からの遺伝だったのね。悪かったな。ねえ泊まってみよう、コナン君。明日は日曜日ですしね。え、そうだよ、学校のみんなに自慢できるしよ。なあコナン。んじゃあ遅くなるって家に電話して言っとけよ。なんだよ。何よ、もうモテモテじゃない。え、ああ、あゆみちゃんか。それともう一人。え、灰原さん。え、彼女今日しんちゃんの顔10回は見つめた。だからね、女の子が男の子を見つめるのはその子の顔に何かついているか、その子に恋してる時って決まってるんだから。あの灰原が、まさか。俺もしくは灰原だとすると、尾行してたのは奴らの可能性が高い。あの車が追ってたターゲットが俺もしくは灰原だとすると、尾行してたのは奴らの可能性が高い。俺の体を小さくしやがったあの黒ずくめの男たちの可能性がな。なさいよ、しんちゃんだけが頼りなんだから。ああ分かってるよ。なんだよ。しんちゃんの顔を見つめてた彼女、ちゃんと最後までエスコートするのよ。わかってるよ。あのよ灰原、ちょっと聞きてえことがあるんだけど。うん、俺の顔に何かついてんのか。